宮川の戦いは、天文11年9月25日に、品野宮川で行われた会の武田春信軍と、品野の高遠来次軍の合戦である。この戦いで、武田家は、諏訪軍の派遣を掌握した。武田春信天文11年7月、諏訪総領家の諏訪頼重は、武田春信と、諏訪初家の高遠来次の連合軍に攻められて、降参した。 より主義とその弟の雷高は7月21日に、海で切腹となり、この際、諏訪領は、宮川伊勢を、高東領、伊藤を、武田領とすることで合意した。しかし、諏訪総領の地位を目指す高東雷次は宮川より、西の諏訪軍しか手に入れられなかったことに不満を抱き、9月10日、武田領に侵攻して、上原城を攻め落とし、さらに、諏訪上屋城の、矢島満身。 ありがとうとう見守る、稲ぐ美の和の福与上主藤沢よりや、土豪の春近か衆を味方につけた。これに対して9月11日、下諏訪衆、諏訪三鷹、安国寺厚志敬が武田方の武将をご詰めするため、春信は、板垣信方に軍を預けて向かわせた。9月19日、春信は、よりの維持である虎王を用して、若見子まで出陣し、 事故の正当性を主張しながら、板垣隊と合流する。9月25日、武田軍は宮川まで進軍し、未国頃に宮川橋付近で、高東軍と衝突した。この合戦は、鳥国まで続き、高東軍は、来次の実定である、高東よりら700から800余人の死者を出して、敗走した。戦国時代の更新とその周辺拡大、武田軍は、 森荒来新と諏訪兄弟を案内者として、小米高四郎一白の軍勢を三ノ輪に進ませ、福与城に迫った。このため頼地は9月28日に降伏した。また9月29日に、板垣が上稲に侵入し、春地下州を圧迫し、稲州や高遠方は壊滅的な打撃をこむり、10月7日に諏訪西方が降伏し、小前高次郎祭が武行となり、 諏訪大社の宝鈴を鳴らし、西方州に武田への帰属を制約させた。天文12年5月、春信は上原城を集築し、板垣信方を諏訪軍隊として在城させた。天文13年10月に高藤来次、藤沢頼地小笠原長時らが武田に反旗を翻すが、天文14年4月の高藤合戦により、武田軍に敗北し、 竹だけに従属することとなる。ありがとうございます。